でえー、これは僕のチャンネルの、えっと、登録者数とか視聴回数の表なんですけどもまあ日に日にえっと増えたり減ったりしてるんですけどまあ確実に平均的にはどう長いスパンで言えば上がっていまして、えー、皆さんですね情報の拡散とかあと新しくあったお友達さんとかに出会ってですね、えー それによって僕の、えっと、YouTube チャンネルしてくださってて、えっと、見てくださってる方もいらっしゃるようで、どうもありがとうございます。そんなわけなんですけども、まず一つ報告しておきたいことがあるんです。私、竜六49、合計再生回数、えっ、ー、と、昨日8万回超えました。<laughs> ええー、10万回まであと少しなので、えー、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。そして、今日の午前中に起きたことです。それが、 チャンネル登録者数、気になりましたね。ツイッターでもちょっと言ってたんですけど、あと少しで、ああだこうだって言ってたんですけど、その、あれがですね、ついに実現しまして、それが、100人になりました。2年間長かったです。100人、やっと来ました。えー、皆様、本当にありがとうございます。100人超えました。えー、 今日たまたまスマホ忘れちゃったから、あの、チャンネル登録者の瞬間っていうのは見てないんだけど、帰ってきたらびっくりしました。100という数字にびっくりしました。えー、ただただ嬉しい限りでございます。ありがとうございます。いやー、本当に嬉しいですね。100という数字を見て。はい。もっともっと、あの、なんか頑張れる感じがしてきます。はい。 普段ね、僕お仕事してなかなか動画っていうのを上げられなくて、えっと、本当に申し訳ないんですけども、まあ、ちびちび動画を上げておりますので、えっと、まあ、動画過去いっぱいありますから、ゆっくり楽しめますので、えー、ぜひですね、えー、僕の動画でぜひ、えー、楽しんでいただきたいと思います。引き続きチャンネル登録の方ね、 この名前で検索すると YouTube で出てくるので、えー、ぜひ、えー、と確認してください新幹線のマークは目印ですね鉄道以外にもアニメのとこさっきアニメとか、えー、との動画もやってるしちょっとチャレンジ系みたいなのもやってますので、えー、主に風景とかが多いんですけどまぁ、あえー、ぜひ覗いてみてくださいそれから、えー、私流力49の Twitter をですね随時、えーと ネジ更新しております。あ、youtube より浮上率高いです。はい、すぐできるからね。はい。あのー？ニュース見たりとか、それからちょっと軽い話をしたりすることができるので、えっとまあ、twitter などはね。えっとうまく応答することができるので。 ぜひ、あの、フォローしていただきたいと思います。現在384人の方が、えっ、ー、と、フォローしてくださってるので、えっ、ー、と、ぜひですね、ツイッターを通じて YouTube、Twitter 両方ともよろしくお願いします。こちらに YouTube クリックすると僕の YouTube チャンネル出てくるので、ぜひ見てくださいね。もう Twitter1 年超えました。えー、思ったより長いようで短いようでしたね。えー、皆さんね、えー、本当にありがとうございます。 今日びっくりしたんで、とても嬉しい、えー、びっくりしたことが起きましたので、ご報告させていただきます。あとですね、たびたびあの、視聴者の方からたまにプレゼントなんかもいただいたりするんですよね。えっと、新井さんとカバンちゃんもらいましたし、はい。これ視聴者の方からいただきました。本当にありがとうございます。 僕、最近、獣フレンズ好きだからね、こういうの欲しかったんですよね。これ一番口だったかな一度やってみたいと思ったんだけど、えっと、まず、あの、なんか、あげるって視聴者の方がいらっしゃって、それ、いただいちゃいまして。はい。ありがとうございます。そして、これも視聴者の方からいただきました。3D ウェブカメラっていうものがあるんですけど、なんか、面白いものが出てきました。なんか、1000円自販機に出てきそうですね。 なんかこういうのをいただきました。ありがとうございます。といった感じでね、今回はご報告動画となりましたけど、僕は、僕のチャンネルやツイッターのアカウントは皆さんの支えによって成り立っておりますので、えー、これからも、えー、応援よろしくお願いいたします、えー。それではご視聴ありがとうございました。